いやー、復活のコアメダルすごかったな。あの展開は我も予想してなかったぞ。なんだよお前ら、今更見てきたのか。僕らなんて初日に行きましたよ。あんたらそういうの一緒に行くんだ。押村区派で遅れたせいでパンフレットが買えなかったことだよな。グッズも全然売ってなかったな。あらら、それはお気の毒に。おい、うぷ主はどうした？こういう話であいつが食いついてこないわけがないだろ。ああ、あいつなら。喪失感で寝込んでるぞ。ほう、重篤者1名。つまり今ならこのチャンネルを乗っ取れるってことですか？お前まだ諦めてなかったのか。今特撮界は空前の乗っ取りブームですからね。この流れに便乗しない手はないでしょう。私の記憶が正しければそんなブームは存在しない。ダガリバイスを皮切りに公式が乗っ取りフォームを意識し出している節はあるぞ。それはまあ確かに、かなり短いスパンで何種類も登場してるしな。令和第1号の01でもほら。あいつなんかそうだろ。仮面ライダーバルカン、アサルトウルフ、フワイサムがアサルトウルフプログライズキーとエイムズショットライザーで変身する。これも乗っ取りフォームなの？ああ、と言っても経緯が若干複雑なんだよ。このプログライズキーについているこの銀色の装飾部、通称アサルトグリップは人工衛星アークの人工知能により生み出され、これを使用可能なのはそのアークの意思のままに人類滅亡を目論んでいる、滅亡人雷ネットの構成員しか使用できないはずだった。話の流れ的にフワさんはそのメンバーではなさそうね。ああ、だからこそメンバーであるジンは変身できたことに驚愕していたのぜ。変身の副作用で吐血するなど決して負荷がなかったわけではないが、そもそも使用できないはずのアイテムを使用した時点ですでにおかしいのだ。視聴者間ではそのことからフワと滅亡人雷ネットの関連性を疑われた。まあ当然の疑問だわね。一方でフワさんがお得意のゴリライズを披露したからだとも言われてました。こっちは意味わからんわね。その後、アサルトウルフの副作用もなくなり、その件はうやむやになったと思われたのだが、ある時、アマツガイの口から衝撃的な事実が明かされた。ショットライザーを使用するため脳内に人工知能搭載チップを埋め込まれていたのだが、なんとその中に滅亡人雷のメンバー、ナキの人格データを移植されていたのぜ。人格データ？かつてナキはシステムエンジニア型のヒューマギアとしてアマツの下で働いてたが、シングラリティ、自我に芽生え彼の意向に反する言動を取ったことで、用済みとなり銃弾を受けて機能を停止してしまう。その後滅びとの戦闘で重傷を負ったフワの手術の際に、その人工知能チップを彼に移植されたのぜ。第二クールの節々で謎のフードの人物が目撃されていたのだが、それはナキのチップをハッキングされて操り人形になっていたフワ自身だったのぜ。当初その状態ではコア親に従うのが当然とばかりにアマツに従順になり、無理やりアサルトウルフに変身させられアルトたちに襲いかかるよう仕向けられた。アサルトウルフだったのは、アーク由来のアイテムを使用するからだろうな。だがそんなアマツガイの悪巧みも、長くは続かなかった。モデル型ヒューマギア、デルモの護衛に当たる際に、デルモの夢に対する姿勢、そして同じく夢を叶えんとするアルトや人たちの姿を見て、一頭の狼は、飼い犬の呪縛から解き放たれた。自分には夢が何なのかわからない。だから代わりにヒューマギアの夢を叶えたい。そんな思いを胸に天身大の変身するサウザーヘと猛攻を仕掛ける。そして泣きの声を聞きその意思に賛同したフワヘとバトンを繋げたのぜ。結論だけ見れば乗っ取りされて変身したのはその回だけで、乗っ取りフォームとしての印象は他に比べると少し薄いが、フワと泣きが同化していたことでフワの過去や泣きの成長、そして後に登場する文字通り一心同体の形態など、決して無駄ではなかったと言えよう。ところでこれ以降アサルトウルフに変身してませんか？これは後に泣きが分離したことで変身不可能になったからと見て良いんでしょうか？詳しい真偽に関しては定かではないが、滅びの言葉を信じるのであればそうなのだろうな。まあ戦力的にもランページバルカンでお釣り来るからする必要ないんだけどな。しかしこのアマツガイって男、用済みの部下を機能停止させた挙句利用するとは、とんでもないクズ男ね。いやー、こんなもんじゃないぞこの男の愚行強行は。泣きと刃曰く普通でつまらないフワの人生を奪ってる時点で相当だけどな。続いて紹介するのも同じく仮面ライダー01より、仮面ライダー01、メタルクラスターホッパーと仮面ライダーアークゼロ。あら、お二人さんご案内かしら。こいつらは根源が同じだからな。そしてそのルーツは、アークイ、アークゼロは衛星アークの人工知能が独立し活動を始めた存在。アークはかつてとある人間により人類のアークイをラーニングさせられたことで、ヒューマギアの暴走を招き人類滅亡を支持するようになった。終盤、アークとはアークイそのものであると判明したほどだ。ちなみにアークイをラーニングさせたのはこの事象24歳だ。なお実年齢は45歳。そしてメタルクラスターホッパーの変身に使用されるアイテム、メタルクラスターホッパープログライズキーはアークの人工知能から作成されたものだ。アークイをラーニングしたアークから作られたがゆえ、データはアークイで埋め尽くされており、ゼロワンドライバーにセットするとアルトの意識はアークのデータ空間に転送される。そこには人類の悪意を体現した呪詛のような感じが並んでおり、そのまま悪意のデータに肉体の主導権を乗っ取られてしまうのぜ。その後は暴走した自分が敵味方関係なく蹂躙する様をただ見せつけられるという、ともすれば精神崩壊を起こしそうなほどの地獄絵図が展開される。しかもドライバーがメタクラのデータを読み込んだことで他のプログライズキーを使用できなくなってしまい、暴走するのを承知でも戦うために変身せざるを得なかった。いやそもそもなんでこんな危険物開発したのよ。自身の会社が売り出すレーダーや仮面
面ライダーを売り出すための当て馬だろう。暴走し周囲に危害を加えるゼロワンを見せつけることで秘伝の信用を失墜させて、同時にそれを取り押さえた自社の商品が支持されるという手はずだったのやもしれん。ですがこのメタクラが登場したことを境に、アマツ街のカマセカが始まりましたね。そりゃあな、同じ系統の暴走のハザードと比べても戦闘力は圧倒的であり、初登場時は一歩も動かず通常攻撃だけでサウザーとレーダーを撃破し、アサルトウルフの装甲を燃えぐるなどこれでもかとその脅威を見せつけたのぜ。それでも暴走してる以上安心はできなかったが、アルトを信じるヒューマギアたちの協力により、悪意に対抗する力、善意のデータを集めた武器、プログライズホッパーブレードを作成、アークの空間からゼアのデータ空間に意識を転送し無事制御を果たした。完全にいっぱい食わされたわけね。まあこいつの野望は別の形で成し遂げられてしまうんだがな。そしてこのメタクラですらかすむほどの悪意のゴンゲ、アークゼロ、人工知能として急激な成長を遂げたアークだが、肉体は持っておらず、泣きを除いた滅亡人雷のメンバーの体を乗っ取って変身していた。もしかしたら泣きの体を乗っ取る展開もあった可能性があるが、コロナ災いで撮影が中断されなしになったのかもしれん。その戦闘力は登場時点で味方側最強戦力であった。ランページバルカンとメタクラを同時に相手取って翻弄するほどなのぜ。そして人工知能ゆえに効率的な行動を重視している節があり、特撮では禁じ手とも言える変身前のライダーたちを攻撃し殺害したのぜ。的確に心臓部を打ち抜き一撃で沈める姿は機械的な部分が強調され、戦慄した視聴者も多いという。特にランページバルカンに関しては変身を妨害した上でだからな。まああくまでであのシミュレーション上での話だが、なお悪意をラーニングさせた奴の営業か、そ奴を連想させるようなセリフを吐いたことがあるぞ。しかも教えた張本人に。停滞しっぺ返し食らっててくさ。まあこいつゼロワン世界の元凶だし、これくらいされてもまだやったことのお釣りは来てないんだけどな。一応改心はしたけどむしろ無残に散ってほしいと思った人もいたとか。だがそんなアークゼロも新たに誕生したゼロツーには手も足も出ず敗北し、その脅威は去った。かに思えた。だがアークゼロがただの前座に過ぎず、その本質が悪意そのものであると。私たちは後に知ることとなる。それはまた、別のお話。続いては仮面ライダーセイバーより、仮面ライダーセイバー、プリミティブドラゴン、金書と呼ばれるプリミティブドラゴンワンダーライドブックで変身する暴走形態、一度変身して以来まるでブックに意思があるかのように飛来し、変身者の意思に反して変身させられたのぜ。このライドブック、途中からページが駆け落ちたように空洞になっており、その空白を埋めるように他のライドブックが装填され、展開すると書かれた腕がそのブックを束縛するかのごとくは静かににする。当初は単なる暴走形態と思われたプリミティブドラゴン、だが話が進むにつれ、野獣のごとき方向に悲哀のような感情が込められていることが伝わった。そして時折見える小さな少年の姿、プリミティブドラゴン。これはとても残酷で悲劇的な物語。遥か昔、人間と竜たちは共存していた。だが時が流れるにつれ、人間たちの価値観は変化し、やがて人々は竜を恐れる様になっていた。恐怖心から来たる疑心でついに人間たちは凶行に及ぶ。竜と人間、互いの存在をかけた戦争が勃発し、その果てに、全てが失われた。ただ一口だけ残った幼き竜は、仲間の竜を探して飛び回った。苦しも苦しも、苦しも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 、各地を飛び回ったが、一匹たりとも見つけることはできなかった。やがて幼き竜は衰弱し、ついに飛ぶことは愚か立ち上がることもできなくなり、ひっそりと、生き絶えた。だがその意志は消えずに残り、やがてプリミティブドラゴンとして伝承されることとなる。時折姿を見せていた少年は、プリミティブドラゴンの意志そのものだったわね。ページが欠けていたのは、紛失したんじゃなくそもそも存在していなかったからで、このお話自体が、未完結の作品だったから。だがその悠久の孤独は、一人の小説家により終わりを迎える。プリミティブドラゴンの真意を確かめるため対話を試みるトウマに、少年は過去を語る。その悲惨な過去を知ったトウマは、涙ながらに新たな物語を綴った。自分が一人ではない。友達はそこら中にいることを教えられた少年は、永遠に続くと思われた長い長い苦しみから、ようやっと解き放たれたのぜ。その後は新たな形態が登場したこともあり変身する機会はなかったが、なんと最終章、ストリウスとの戦いで奈落に落ちたトウマを救出するため飛来し、そのまま久方ぶりに変身したのぜ。途中でライドブックの力が消失したこともありとどめには至らなかったが、倍近くスペック差のある仮面ライダーストリウスにダメージを与えるなど、金書と呼ばれるほどの力を大いに見せつけた。この時暴走時と構え方が一緒だったことから明確な言及はないものの、この形態の時はプリミティブドラゴンの意識が反映され体を動かすと推測された。暴走していたのは孤独と絶望から自暴自棄になっていたんだろうな。トウマと心を通わせたことで友達のため存分に力を振るったんだろう。プリミティブドラゴンの話は涙なしには語れないわ。続いて紹介するのは仮面ライダーエビル、五十嵐大二。
出鼻く大事に宿りその体を乗っ取った悪魔、カゲロウが変身する。カゲロウの潜在に感づいたジョージ・カリザキに譲渡されたツーサイドライバーを使用する。このドライバーは悪魔の負の感情と宿主の性の心の反発を力に還元するシステムであり、カリザキとしては大事がカゲロウを抑えつけることに期待したのかもしれんな。だが当初は大事自身の劣等感とそれで生じた家族間の亀裂により、カゲロウの独壇場と化していた。とはいえ初戦ではリバイスコンビを圧倒したものの、その後新たに登場したデモンズ、そして新しいゲノムチェンジを手に入れリバイスにも対抗されるようになるなど、戦闘力が絶望的に高いというわけではないのぜ。大事と一騎が関係を修復し自身もリバイスに敗れた後、主導権を取り返されたことで出番は一旦終わりを迎えた。だが倒されたというわけではなく、依然その脅威が去ったわけでない。視聴者間でもまた何かのタイミングで登場するのではと予想され、実際後にオルテカたちとの戦闘で受けたダメージで再びカゲロウが出現し変身した。途中までは3対1で仮面ライダージャンヌを圧倒したものの、バリットレックスゲノムに変身したリバイスで戦力を分断され、今度はジャンヌのライダーキックで再び大事に体を返すこととなるのぜ。その後カゲロウは登場してもエリルヘの変身は長らくしなかったが、オルテカの変身するデモンズ相手に桜をかばう形で久しぶりに変身。パワー負けはしたものの、オルテカを撤退させることには成功したぞ。そして新たなバイスタンプ完成のために、ついに大事との一騎打ちが繰り広げられた。スペック的にも精神的にも格上となった大事に立ち向かうも、マスク割れならぬマスクへこみを披露するほど圧倒された。その後も展開が覆ることはなく、ついにエリルが先に膝をついた。消えゆくカゲロウは大事に教えを解き別れを告げ消滅。その力で大事は新たな形態ホーリーライブに変身を遂げるが、エリルが今後登場する機会はもはやないに等しいだろう。視聴者からは再登場を望む声もあるかな。仮面ライダー、ジャック・リバイス、地下組織ウィークエンドが作成したローリングバイスタンプで変身する。今までリバイとバイスの二人三脚で戦ってきたのとは違って、バイスが主軸となって変身する。この時一騎は普段のバイスのように周囲の人間からは視認できない状態となり、しかも一騎自身は生身の人間である以上その状態が続くと餓死する危険をはらむ。と、割と深刻な問題をさらっと伝えられたわけなんだが、この問題は同会にてすぐに解消された。むしろ問題視されたのはバイスが一気と入れ替わることで、周囲の人間に危害を加えないかという点だな。情報が解禁された当初の不穏なセリフや、その真っ黒な見た目からして、また暴走フォームかと、まことしやかに囁かれていた。実際初戦闘の際は普段のおちゃらけた口調もなりを潜め、口調は変化していないが、声のトーンが幾分か下がり、荒々しく敵を葬り去るなど、その危険性を匂わせていた。カリザキもこの事態を重く見てバイスを拘束しようと隊員を引き連れてきたほどだ。だがその瞬間、バイスは裏切りをほのめかすセリフとともに逃走。やはりバイスは悪魔。平然と一気を裏切ってしまうのか、と思われた。が、実際にバイスがやったことといえばボーリングだの卓球だの太鼓の達人だの、ただただ遊んでいただけ、特に誰かを喰らおうとする素振りは見せないまま過ごしていた。恣意的害があったとすれば一気の財布の中身程度。一気は泣いてよいと思う。その後真意を察した大事によって逃亡は一気を守るためだと白状したバイス。結局のところ一気を守るついでに合流していただけで、鼻から裏切る気などなかったのだ。とはいえ一気とバイスが反転しているという大元の問題は残っており、結果バイスの見た目とついでに玉置のミスもあり戦闘経営にも影響が。なお二人とも大事に正座で怒られた模様。淡々と怒る大事怖かったな。まあさっき言ったようにその問題は終盤で解消されたかと思いきや、なんと今度は一気とバイスが一体化してしまうという新たな問題が生まれてしまう。これに関しては制作した狩崎真澄すら想定外なものだったらしい。とはいえバイスが反転していることに比べれば電王の霊もあり多少はマシと思われたが、岐阜の活性化の影響でバイスが暴走、一体化した一気も巻き込まれることに、大事たちにも攻撃を加え倒すしかないのかと思われたその時、サンダーゲイルバイスタンプを手に狩崎が参戦し、その力でバイスとの対話を果たして仮面ライダーリバイスへと覚醒。無事バイスも分離し、数は続いた乗っ取り一体化激に収縮が打たれたのぜ。ジャックリバイス自体の戦闘力に関して言えば、やはり 117.3 トンものキック力が目につくだろう。まだまだ折り返し地点の段階でこの数値は破格も破格だ。さらにローリングバイスタンプを武器として使うことで、相手の攻撃を上塗りして無効化、さらに炎や雷などの紋章を書くことでそれに応じた属性攻撃も可能など、見た目からは想像できないほどに攻撃の幅は多彩だ。まあバイスの時は火力任せのパワーファイトだったが。どちらが主体かで戦法が変わるのは面白いわね。乗っ取りフォームの故障はこの形態が出たことに付随してるからな。元祖ではないが、特撮界に新たな風を巻き起こした存在と言えるのぜ。そして、最後の乗っ取りフォーム。仮面ライダー、ベイル、五十嵐元太、かつて白波純平として生きた男が変身する。本編から25年前、謎の赤い悪魔に両親を惨殺され、その後自身も瀕死の重傷を負い、政府の機関のあの元へ搬送される。そこでかねてより探していた岐阜の遺伝子を組み込む被験体となり復活。その後、実験によって生まれた悪魔を始末する道具となり、仮面ライダーベイルに変身し、来る日も戦いに明け暮れた。両親を殺した赤い悪魔を探し出すために、謎の声に導かれるままにそんな日々を送っていたのだが、やがて彼の心はすり減り、疲弊していった。
った。そんな折に出会ったのが、五十嵐雪美。彼女との交流を経て、心境に変化が訪れた純平改め源太は、数人の協力者の手引きで、ドライバーを置いて脱走。その際にライダーとして戦った記憶は失われるが、雪美への愛は変わらず、その後婿となり、五十嵐源太として子宝にも恵まれ幸せな日々を送っていた。だが18年前、長男一輝が4歳の頃、居場所を探り当てた彼の悪魔、ベールが突如として襲来、彼の体を乗っ取り、幸せ湯は豪華に包まれた。その場はバイスによりなんとか退けられ、その後18年間は何事もなく過ぎていった。だが、経緯は不明だがデモンズドライバーへと幽閉されたベールが脱走。再び源太の体を乗っ取り、そのまま仮面ライダーベールに変身したのぜ。パンチ力 72.1 トン、キック力 141.5 トン、現時点で令和ライダー最高の数値を誇るその戦闘力は凄まじく、フェイズ3のアギレラを一周し、2体のギフテリアンを片手でまとめてあしらった。その後彼の幸せを壊すために一騎たちにもその牙を剥くが、住んでのところでも元フトシが肉体の主導権を奪い返したことで難を逃れた。何らかの衝撃波による攻撃能力が備わっているのか、触れずに相手を殴ったり吹き飛ばす描写が散見されたな。ちなみにベールの攻撃は肉体を磁界へと追い込むほどの負荷がかかるらしく、一部界隈でベールが元フトシさんの肉体を壊さぬよう配慮したのではとネタにされてます。もしそうならベール優しいけど、確実にそれはないと断言できる。新たに登場した仮面ライダーリバイスですら単純な攻撃力の数値はベールに劣ってて、数値だけ見れば未だに底の見えない圧倒的存在感をまとっているのぜ。正直初めてカタログスペック見た時はまたインフレ始まったかと思いましたよ。数値不明を除けば全ライダー通しても第4位のキック力ですよ。かつて兵器として利用されていた点やプロトタイプなの含めた数値なんでしょうけど、今後エボルトみたいに結局数値超えれませんでした、まとな感じになったりしてな。あっちもあっちでヒロインの父親の体乗っ取ってるからないとも言い切れんな。ちなみに純平の過去に関しては現在リバイスレガシーが随時配信中なので、まだまだ不明瞭な点もあり、現状確定してる情報だけお届けしたのぜ。いやー、乗っ取りフォームの紹介も今回が最後ですか。最後の回でウプ主不在ってこのチャンネル大丈夫かよ。それ言うと帝王のベルト回もそうじゃないのよ。ちなみに喜べお前ら、お前たちの初登場回現在このチャンネルの動画内で再生数トップだぞ。ありがたい限りだな。当初はそれ以降出す予定なかったみたいだが、今じゃ普通にレギュラーとかしてるわね。俺らとしてはありがたい限りだけどな。そうですね、欲を言えばこのチャンネルの蝶の座が欲しいところですよ。まだ言ってるのかお前。どういうことですか。そんな悲しいフォローの仕方があるか。僕って優遇されてたんだ。今夜はよく眠れそうですね。兄貴がダメージ負ってることには目がいかない具体で誠に申し訳ございません。